皆様、明けましておめでとうございます。はい、2020年になりましてですね、キレがいいぜということでございます。まず今日はですね、私ガズとですね、ハニーさんと2人でね、年始のご挨拶動画をこちらにアップロードしたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。まあできる限りね、まあ簡単レッスン動画としても毎日いろんな曲アップロードしたりとか、いろいろコツをね、こうお伝えしていこうということで、このガズレレ YouTube やってるんですけれどもですね、やっぱり基本的な思いとしてはですね、この音楽をやる楽しみをみんなに知ってほしいっていうか、こんな楽しいことも自分だけのものにしとくのはちょっともったいないなと思って、もうなんとかこう皆さんにもこの楽しさを味わってもらおうと思って、できるだけ簡単にしかも楽しくやろうということでですね、いつも思ってるんですけど、昨日、だから令和2年の元日にですね、ブログにその思いを書きましたんで、もうお時間ある方絶対このブログ読んでくださいね。このやっぱり音楽はね、楽しい、これをね、皆さんに広げて、もう自分ごとにしてほしいということでやっておるんだよね。はい、でですね、今日はですね、1曲、せっかくお正月なんでお正月の曲をやろうと思います。その曲のタイトル1月1日っつうんですけど、今日2日になっちゃったよねって話なんですけど、この曲聴くとね、お正月が来たなと思うわけでございましてね、私はですね、この曲聴くとなんか昔やってたスター隠し芸大会の最初の頃も、最初のね、オープニングを思い出すんですけど、まあ皆さんもね、この曲は聴いたことあるでしょう。これを歌い継いでいきたい曲ですからね。じゃあいいですか、はい、はい、じゃあコード超簡単、3つしか出てこないんで、皆さんもこのテロップに合わせて一緒にやってみましょう。明けましておめでとうございます。令和2年2020年ネズミ年年男記念いきますよ。いいですか、はい、ワン・ツー・ワン・ツー・スリー・フォー、デン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 の三投資の始めの試しとて、染めでございまして、いやいやいや、テンション高い、結構元気があるんですよ、この曲はね。こういうタイプの曲って結構ね、こうおっとりしたのが多いんですけど、この1月1日という曲は結構勢いもりもりということでですね、やってみました。まあ正月気分もね、三が日まではまだあるかなということなんですけれども、まあまあ変わらずね、やっぱいつも言うんですけど、こたつとみかんとウクレレ、この取り合わせがいいんじゃないかなと。紅白とか見ましたかね。紅白ちょこちょこ見てたんですけど、もういっぱい僕のメモ帳増えましたから、次やる曲リストがちょっとまた明日から今後も、YouTube 動画ガズレレアップしていくんでね、よろしくお願いいたします。何かありますか、はい、一言、皆さん2020年楽しみましょう。楽しみましょう。そうですね、音を楽しむで音楽どんどん行きましょう。はい、ガズレレ .com ホームページ、いろいろ最新情報をゲットしてくださいね。あと今年はですね、まずアプリの情報と、新しいコンサートウクレレも入るリュックサック、もう年始1月からどん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 新しい情報を公開していきますんで、お見逃しなく。それでは皆さん、ご機嫌な正月をお過ごしください。さよなら。